ドジャース大谷翔平投手29が29日、本拠地開幕戦となるカージナルス戦に、2番指名打者、でスタメン出場した。この試合には観客席から、元バスケットボール選手のマミコ夫人に加えて、愛犬のデコピンも姿を見せて声援を送った。マミコ夫人は韓国ソウルでのパドレスとの開幕シリーズでも内野席から声援を送っており、本拠地開幕戦にも登場。試合前セレモニーで、他の選手の一部の家族はグラウンドに降りていたが、そこにはいなかった。大谷はレギュラーシーズンのホームゲームと、ポストシーズンゲームにドジャースタジアムのスイート席を契約に盛り込んである。これのことか。よかったね。あまり言われないけど今回のことでバレロさんも相当参ってると思う。ちゃんとケアしてるんやね。いい代理人に出会えてよかった。家族がいることで気持ち的には落ち着いて前を向いて進めるかな。自分も含め心配してた人が多いと思うけど、大谷さんに心配は必要なかったな。家族の支えって大きいな。これが霊能性やね。マミコさんはもちろん、デコピンも一緒に球場に来てることが泣けるし嬉しい。大谷も心強いだろうな。デコピン、初めて大谷さんの試合見たんじゃね？興味なさそうだけど。デコピンまで駆けつけてくれてるんや。大谷も家族の支えがあってか、ここまで開幕戦順調に打ちまくってるし最高や。VIP ルームあるからデコピン毎回連れてこれちゃうやん。最高か？